ホームページをご覧いただきありがとうございます。空手トレーナーの大石小次郎です。今回の動画では僕が実際に行っている指導方法について簡単に説明させていただきたいと思います。僕の指導では空手選手のパフォーマンスを向上させるというところに特化をして行っております。でパフォーマンスアップというと筋トレ、マッサージ、ストレッチ、いろんな方法があると思います。で僕はまたちょっと違ったアプローチを行っております。それが骨格、骨格にアプローチをしてパフォーマンスを上げるという指導を行っております。で骨格は骨組みのことです。骨組みは人それぞれ持っているものが違うんですけど、骨組みの骨自体の形を変えたりっていう指導方法ではなくて、骨と骨のつなぎ目だったり位置関係っていうものを調整して、その状態がパフォーマンスが発揮しやすい状態に整えてあげるっていう指導を簡単に言えば行っております。でこの骨格を変えることでなんでパフォーマンスが上がるのかっていうのがちょっと分かりづらいと思いますので、簡単にまとめさせていただきたいと思います。で2つポイントがあります。僕の指導では骨格を変えることで強い選手と同じ状態に変えるっていう内容を提供しています。具体的に言うと、やっぱり強い選手となかなか勝てない選手っていうのにはやっぱり共通点が存在します。で僕はこの強い選手と同じ条件、要は強い選手の共通点っていうところを骨格の上でのデータをいろいろこう集めまして、でなかなか勝ててない選手に落とし込んで何が足りてないのかっていうのと照らし合わせながら、どん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 この強い選手と同じ条件に変えていくという指導を行っております。ですのでいい骨格の状態で練習をすれば、強い選手と同じ反応スピード、体の使い方、筋肉の動かし方、いろんな面で今までとまた違ったアップグレードされた状態で練習をすることが可能になります。そうすることでパフォーマンスがやればやるほど上がっていく。逆に伸び悩んでいる選手はこのそもそも骨格が伸びづらい選手と同じ状態でやっているという可能性がすごく考えられます。ですのでこの骨格を変えてしっかり強い選手と同じ状態に整えるっていうのをすごく意識して行っております。でもう一つ大事にしているところが、この重心の位置を変えることでパフォーマンスを上げています。骨格は、骨組みのことなので、重さがあるものっていうのは必ず重さの中心、重心が存在します。例えばこのペンが体だとしたら、だいたい真ん中ですので、ここに体の中心である重心があるとします。で向こうに相手がいて、体を進めていきたいってなった時に上に力を加えると、こういうことが起きます。で今度足で蹴って前に進もうとすると、こういうことが、力を加えているようで意外と前に進めてなかったり、重心は移動していないっていうことが起きてきます。で今度重心に力をうまく加えていくと、こういう形で体全体が一つの塊として移動するっていうことが可能になってきます。ですので僕の指導では強い選手と同じ条件に変えつつ、この体の中心の重心をしっかり移動しやすい体作りっていう2つに、ポイントを絞って、指導を行っております。
で今までいろんな努力をしてきたけどなかなかこう伸び悩んでいたり、強い選手より間違いなく努力はしてるはずなのになかなかこう花が咲かないというか活躍できないとお悩みの方は、ぜひですねこの骨格から体を変えることで今までとまた違った自分になることができると思います。伸び悩んでる選手ほど、僕はぜひ体見させていただきたいと思っておりますので、興味がある方はぜひ一度ご連絡をしていただけたらと思います。